ゆういちの目指せ焼津観光大使です。よろしくお願いします。ありがとうございます。結構番組を見たよという声をいただくことがありまして、面白くはないけど勉強になるってよく言ってもらいますね。もうちょっと面白くしてもらいたいんですよ。勉強はないですし、いらないですよ。勉強したくないんですけど。そんなに面白くはないんだけど、勉強にはなるってことでね。まあ今日もそんなね、勉強になるけど面白くない話をしたいと思いますけども、今日は本当勉強になる。前回桜エビの話した時もネイティブ静岡が本当知らなかった知らなかったっていう声をねいっぱいいただきまして、今日もねそんな静岡の、産品の話なんですが、結構ね知らない、前ここで番組やられてた柴原さん、もう先祖代々焼津の方が、そうなの知らなかったっておっしゃってたぐらいなんで、ぜひね楽しみにしていただきたいということで、前回のこと言ったら何も知らねえ。まあ聞こえてますけど、さてと さ、そんなわけでですね、ちょっと今観覧にいらっしゃる方にですね、ちょっと食べていただきたいものがまずありまして、これ静岡の、で作った大井川の恵み、うめえぞこれはという醤油なんですが、ちょっとどなたか、ちょっとお越しください。どなたか手の空いている方よろしいですか。ちょうどさっきの番組を見ていなかったんですが、ジュエリーデザイナーの竹越です。竹越さんです。焼津の方って、まあ、静岡の方ってお刺身食べるときに刺身醤油ってあまり使わないじゃないですか。普通の醤油で食べますよね。そうですね。でも僕は広島人なんですけど、広島の方はもう必ず家には刺身醤油と醤油別物としてちゃんと置いてるんですよね。でまあそういう文化もあるんですが、焼津でも静岡でもその刺身に合う醤油っていうのを作ってます。でこれも味が全然違うんですが、油の多いお魚とかにすごく合うんで、ちょっと今醤油のお皿がないので、さらっとちょっとこれかけて召し上がっていただいていいですか。はい、はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、これは先ほど京王マートで買ったトロカツオですけども、こっちをキッコーマンの普通の醤油と比べるのが良かったかもしれないですね。そうですね。先にそっちを食べたら、先に美味しい方食べちゃいましたけど、普通にうまいぞって感じになっちゃうんですが、なんか香りがいい。そうですね、よいしょ。なんか醤油が刺身の味邪魔してない。そうですね。でそんなにキレのあるあれじゃなくて、ちょっと味が濃い醤油なんですよね。で大丈夫か、こっちが後で、はい、いかがでしたでしょうか、この大井川の醤油。なんか香りがいいなっていう印象がすごいあります。そうですね。甘い、こっちの方が甘い感じがした、ま、ぜひねこれ召し上がっていただきたいんですけども、今日は何の話をするかというと、ちょっとロゴがぼやけてますが、こちらご存知でしょうか。県産醤油ご存知ないですか。じゃあこのお話をねちょっとしますんで、またご覧になってください。ご協力ありがとうございました。ありがとうございました。はい、このこのロゴご存知の方いらっしゃいますかね。よいしょ。県産醤油って言うんですけども、どういう字を書くでしょうと。実はこういう名前の会社なんですね、静岡県産醤油。なんかすげえ当たり前なネーミングだなと思ってで、お、やべ、さてと、すみません。
この静岡県産醤油に今回取材に行ってまいりました。そのお話をしたいと思うんですけども、なんでこんな静岡県産っていう名前をつけているか、なんかね、そっちはそっちでいろいろお仕事やってるから誰も聞いてないんだけど、このね、静岡県産醤油っていうのは、よいしょ、静岡県で、もともと中小のたくさん醤油屋さんがあって、醤油メーカーがあって、それをまあ国策というかで、県がお金を出してこれだけのいろんな醤油屋さんを束ねて、もう一つの醤油メーカーを作ったんですね。で、まあ、今でもあるのは静岡市内の静岡醤油とか、沼津の方の石垣醤油、藤丸かっていう醤油とかで、これはあの高砂酒造って、あの日本酒の高砂さんですけども、あと島田の金吉、そして大井川の鈴勝などの醤油メーカーを、もう中小のメーカーだと近代化にもうできないから、どんどんその機械化が進んでいって、醤油業界がで、これでは生き残れないということで、もう国が支援して、県が支援して、一つでかい工場を作ろうということでできたのが、この静岡県産醤油という会社なんですね。でなので、静岡の方ご存知かもしれないけど、この静岡醤油とか藤丸か醤油、金吉鈴勝っていう醤油屋さん、いろんなメーカーで醤油売ってるんですけども、全部県産醤油の工場で作ってる。でこの工場で作ったものをそれぞれの味付けをして、ブレンドをして、それぞれのブランドで売っているという。あ、どうぞ、こちらと比べ、あのどうぞ食べ比べてください。あの、あっちでいい。はい。もともとは17社あった醤油メーカーをこう一つに束ねたらしいですね。で、はい。で、その昭和、戦後の昭和30年から現代まで醤油会社っていうのはどんどん減っています。この60年で5分の1、もともと戦後間もない頃6000件もピークの時あった醤油会社は、統廃合、そのように、まあ、国策でもあり統廃合、あるいはまあ廃業する会社もどんどん増えて、今では1300社ぐらいに減っているそうなんですね。で、まあ、これだけ減っているんですが、醤油の生産量はどうなっているか、これぐらいガタンと減っているのかっていうと、このグラフを重ねるとですね、そんなでもないんですよ。その昭和30年からずっと増えてたんですね。工場は減っていったけど、まあ、機械化合理化が進んで醤油の生産量っていうのはどんどん増えていたが、1995年ぐらいからだんだん醤油のメーカーはそんなに減っていないのに、醤油の生産量はどんどん減っているっていう、そういう状態で、まあ、醤油業界が今、まあ、どんどん一つ一つの会社がちょっと経営が厳しくなっているというお話を聞きました。で、また醤油業界っていうのはすごいいびつなというか偏りがあって、大手5社でその醤油のシェア半分を占めてます。ほぼ半分で、大手10社だと 75%。 ちょっとこれ資料なんですけども、キッコーマンという会社はもう3割ぐらいのシェアを持ってるんですね。で、あとヤマサで、まあ、正田醤油とかヒゲタ醤油、東丸醤油とかがあって、で残りまた10社ぐらいが 20% 占めて、でこの 25% に残りの1200社がひしめいているという、そんな状態で、この静岡県産醤油もまああくまでこの1200社の中の一つの会社になるそうです。で、まあ、静岡では一番大きな醤油メーカーなんですね、その県産醤油というのは。なんですが、静岡県の人、静岡の醤油はあんま食ってないらしい。
お店行ってもほとんどキッコーマンかヤマサダ、7割が関東の醤油 で全然静岡の醤油は3割ぐらいしか食べられてないんですけども、あのお話を聞けばもっとね地元の静岡の醤油を食べようよということを思いました。で、43分か、ちょっと面白い話があって、この 30% キッコーマン、このもう超大手なんですけども、このキッコーマンっていう会社がすごくあの特殊というかすごい会社で、あのもう醤油業界をキッコーマンが支えなきゃっていう感じで頑張ってくれてる会社なので、県産醤油に行っても、もうキッコーマンさんがあっての醤油業界なんですってことをおっしゃってたんですね。どんなことかっていうと、キッコーマンすごいいろんな特許を持ってます。あの生産に関することとかで、さっきちょっとあちらにお渡ししたんですけども、最近流行り あの密封容器、醤油の密封容器ってあるじゃないですか、生のままでっていうやつ、あすいません、こちらですね。この容器もあのキッコーマンの特許なんですよ。でキッコーマンの特許なんですけど、キッコーマンっていう会社は自社の開発した特許とかをもう全部開放して、どうぞ他の会社も醤油業界みんなで醤油業界を盛り上げるために使ってくださいっていうことで、まあ、もちろん特許料はもらうんだけど、こう自分のところで囲わない。だから最近この生醤油っていうのをいろんなメーカーのが出してるんですね、この容器の。そういう会社だそうで、あとはその中小の醤油メーカーにその技術指導の会を開いたりとか、そんな感じで業界を牽引している会社だそうです。でなのでこの県産醤油でもこの密封容器 あのボトルっていうのを今回機械を導入したらしくて、新しくね今年中にはその県産醤油の、まあ、静岡県のいろんなメーカーの醤油がどんどんこの密封容器で出てくるそうです。で、まあ、そんなすごい会社なんですけども2004年頃、まあ、大事件が起きました。この95年から一気に醤油の消費量が、原因は分からないけどぐっと減ってきたことで、まあ、醤油メーカーがすごい危機というかですね、あこれは大変だってことになったんですね。そこで我が家は焼肉屋さんっていう CM 見たことあると思うんですけど、あの焼肉のタレをキッコーマンが作った事件というのがね、あの発生しまして、というのはもともと醤油屋さんっていうのはただ醤油を売ってるだけじゃなくて、あの加工原料としても売ってるわけ。だからドレッシングメーカーとかで焼肉のタレエバラさんに、あのエバラ その焼肉のタレの原料の醤油をたくさん納入していた会社なんですね。でキッコーマンがもともとそうやって醤油を原料として売っていたのに、キッコーマンが焼肉のタレを出した、エバラを裏切って、そんなことでもうエバラはじゃあもうキッコーマンから買うのやめたってことになって、で、キッコーマンはキッコーマンで焼肉のタレ、エバラはエバラでって、もう今まで支え合っていた会社なのに今度ライバルになっちゃったっていう。それもやっぱりこの醤油の消費量がどんどん減ってきたから、まあ、醤油メーカーもいろいろちょっと工夫して、自分たちもただ原料を作るだけじゃなくて、それを使った今度、まあ、ドレッシングとかあのつゆとか麺つゆとかそういったものも作らなきゃいけないっていう時代になってきたっていうことだそうです。で、なので放送事故起こして、県産醤油のね今 大人気商品、このうまみだれというのがあって、これは丼とかすき焼きとか魚の煮物とか焼肉とか照り焼きとか、まあ普通醤油とみりんと酒で混ぜて作るそのタレをもうこれ一本で全部できちゃうから、ですごいいい味がいいっていうことで大人気だそうです。結構いろんなスーパーで売ってます。ところで皆さん、醤油の原料って何だか知っていますか？醤油の原料、大豆。そう、
大豆と米、あ、小麦か、米はないですね。そうですね、まあ、大豆と塩と小麦なんですね。小麦って結構知らなかったっていう人多くて、で大豆は小麦でしょう。そう、どれもね、なんだっけ、遺伝子組み換えじゃないものを使わなきゃいけないから結構仕入れも大変らしいんですけども、小麦は煎ってで、大豆は蒸してで、そこに麹を入れて発酵させます。発酵食品なんですね。だから、まあ、麹を入れるってことは、まあ、菌なので、菌っていうのは絶対その地域にしか、その地域特有の生き物ですから、まあ、静岡ではもう静岡のその独自の醤油しか作れないと。なんで僕も日本酒飲んでて思うんですけど、こっちの焼津に移ってきて、まあ、焼津とか志田地域の日本酒をいろいろ飲むようになって、やっぱりその地域ではその地域で作ったものを飲むのが一番なんかこう空気に合うんだなっていうことを感じるんですね。だからまあその静岡の醤油っていうのも多分ね、この土壌に合ってるんじゃないかなと思うんですね。で、その製造工程をちょっとね、工場を見せてもらいました。これがちょっとまあ麹を作った後に、塩水、食塩水を混ぜてで熟成させている部屋です。これがもう醤油の種の元になっていて、でこれでまた3日間ぐらい熟成するんです。この部屋入ったら窒息して死ぬそうです。発酵してるんで、もうガスが、二酸化炭素とかが充満するらしいですね。だから必ずそういう資格を持った人しか入れないって書いてありましたけど、でこの熟成させたものをなんか布に入れて絞り出すんですね。でその醤油絞るのってどうやって絞ってるかっていうと、ものすごい重いものでこう押して絞るんです。これどういうサイズかって、ここに人がいる、ちっちゃい人の大きさはこれぐらいで、何メートル、4メートルか5メートルぐらいある高さに、ここに醤油の素を入れて上からこのプレスしていく、何日かかけてぐい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 押し込んで、そうすると絞り出された醤油が、生醤油っていうのが出てくる。で、この生醤油は県産醤油って、まあ、いろんなメーカーがの醤油を作ってるんですけど、実はこの生醤油は1種類だけ。これを各メーカーごとの味付けをして、で各メーカーの商品にして出してる。あれは、まあ、うなぎのタレにして出してたりとか、そういうなんか全く同じものからそれぞれの独自のレシピで作ってるらしいんですね。で、あ、そう、ちなみにその焼津じゃない、その大井川の県産醤油で、このそっか、この生醤油から何種類の醤油を作ってるでしょう。何種類作ってるでしょう。最近流行りは35億っていうのが流行ってるんですけど、35億も作ってなくて、80種類ぐらい80種類ぐらい、ここから調合していろんなメーカーの醤油を作ってるらしいです。でそれはもちろんこういうパッケージで売られるものもあるし、業務用として出されるものもたくさんあって、まあ静岡なんでやっぱりうなぎのタレとして出されるのも多いらしいですね。そんな感じで、その県産醤油が実はその静岡の醤油を支えている会社が、その焼津市大井川にあるんだそうですね。今から、50年ぐらい、昭和46年にできた会社で、その頃はまだ、今大井川ってすごい工場がたくさんありますけど、その当時は何もない、本当に田んぼだけで、最初にできた工場が、最初にその工場として誘致したのがこの県産醤油だそうですね。でもやっぱり水がすごく豊かだという、大井川の伏流水が豊かだからっていうのが一つの理由だったそうです。で醤油屋さん、醤油以外にも作っているものがあります。醤油メーカーって、実はこの醤油を絞った、こうやって絞り上げた絞りかすっていうのが出てきて、なんか美味しそうなお菓子みたいに見えるんですけど、この絞りかす、
これちょっと食べさせてもらったらものすごいしょっぱいんですが、これ何に使う、これもね製品なんです。醤油工場で必ず出てくる絞りかすっていうのもこれ製品として売ってるんですね。そうクッキーみたいな、いやしょっぱいんですよ。これあの飼料として動物の家畜の餌としてこんな袋に入れて飼料として売ってる、なんか飼料の製造工場で、まあ、動物の多分ミネラル補給とかそういうもんなんでしょうね。それで醤油の搾りかすも出してるそうなんですね。飼料って書いてある。こんないろんなことをしてるんですが、ちょっとさっき紹介したその刺身醤油というか、うめえぞこれはっていう醤油あります。これあの静岡の人はあんまり馴染みがない種類の醤油なんですけど、こういう濃い口薄口以外の醤油、お疲れ様です。この名前聞いたことありますか。再仕込み醤油、再仕込み醤油、濃い口醤油、薄口醤油、再仕込み醤油。さっきのそのうめえぞこれはという大井川の恵み、あ、さっきの醤油ありますかね。あの醤油は種類でいうと薄口でもない濃い口でもない再仕込み醤油という醤油なんですね。あ、すみません、ありがとうございます。これで私の出身の中国地方とかではこの再仕込み醤油のことを刺身醤油って呼んでますとか、他の地域ではですね、なんだろう、あ、ちょっと名前 いろんな呼び方があるんですけどね、中部地方と、あ、中部地方はたまり醤油か、たまり醤油ですね。あのこの再仕込み醤油っていうのは、おお、ありがとうございます。あ、静岡市ですけど聞いたことないです。おお、あ、ゆいさんひげ伸ばし中はい、すいません、あの食品のことやるのにこんな小汚い顔でそうで、ちょっと再仕込み醤油の話に戻ると、あのお醤油を一回仕込んで塩水入れてできるのは、普通の醤油なんですけども、あの塩水を入れる代わりに醤油をこう仕込んで、さらにそこに醤油を足して、あ、まあ、2回仕込むんですね。2回仕込むことでよりまろやかでこうまったりした味の濃い醤油ができるんですけども、それはあの九州で山陰とか中国地方、九州の方とかでは結構好まれるっていうか食べられてるんですけども、なかなかね静岡の人はそんなに馴染みがない刺身醤油とかなんで、ぜひぜひね、この超特選って書いてますけどね、このうめえぞこれはっていうのもぜひあのご自宅に1本置いて、あの濃いめの味のものとかね、油の濃いもの、お肉とかステーキとかにもすごい合うんですね。そういうのにちょっとね足していただければ。ローストビーフにも合いますか。ローストビーフ合いますね。あ、ローストビーフとか合いますね。今度やってみてください、ローストビーフの時。ローストビーフ、はい、皆さん本当にあのコメントありがとうございます。千鶴子さんもね、今産休中っていうことだそうですけども。産休中なんですか。そうですね、この前もうすごくお腹が大きくなってた。餅つけた方がいいですねこれ。やっぱそうですよね。餅につけたこれ、あ、それはねタレですね。あのみりんと酒と醤油でこう煮物とか作るじゃないですか。それのもう全部調味 してあるやつっていう感じです。だから本当煮物とか、焼肉とか、うん、そういうのにね合うやつですね。それはうまみだれっていう。こっちも、あ、こっちもぜひ味見してみてください。あ、でこっちで画面の中で、どうぞ画面の中で。僕ねプロだから入れないんですよね、 うまいとかまずいとかねえ、この間もね料理人ですからね、あのあそこのね、あの細漬け食品の奥さんが美味しい漬物いっぱい持ってきてくれたんですよ、はいはい、俺全部食ったんですけど、うん、一言も美味しいって言わなかったんですが怒ってましたからね適当でもね、ちょっとでも美味しいとか言えばいいですね。絶対言わないですね普通の醤油とは違う味でしょう、うん、ほら、お言わないですよ、美味しいとはなんかこれはこれで何に合います。これ昆布入ってるのか、皮何。いや、そういう出汁とかは入ってないんですよ。
ただ結局2回二重に仕込んでることでかなり手間暇かけてることで海洋深層水使ってるんですね。あ、そうですね、海洋深層水使ってて水が違うんですね、やっぱね。で、小麦もあの大井川でできた小麦を使ってますね。そんなわけで、そろそろ時間ですかね。出てきたのにもう4時間ないこれから30分前トークしようかと思ったら計算して僕お世話になってて割と詳しいんですよ、実は。あ、そうなんですか。もう昔お世話になってね、もう工場の中入ってましたから僕。あ、そうなんですね。売り込み行ってたんですよ、営業に。何を。まあいろんなもんですね、本とか着物とか。計算醤油がお客さんだった。そう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 、醤油でお世話になってた。行商で、あので醤油でお世話になってたわけではない。ほとんど行商でお世話になってたまあそういうね、あの静岡で一番大きな醤油メーカーが実はあの大井川にあるということをね、ぜひ覚えていただいて、ぜひ地元のものをねみんなに食べていただきたいと思います。そんなわけで、ゆういちの目指せ焼津観光大使でした。この後はジミーと生かしたあいつです。チャンネルはそのままで。ありがとうございました。イエーイ。今日も相変わらず勉強になるけど面白くない話です。俺頑張って面白くしたんですけど、ね、ありがとうございます面白い人が出てこないと面白くならない。